僕自身もやっぱり自分が体当たりで生きてきて、僕自身は割と自分のことっていうのを考えたことがなかったんで、割と僕はいろんな読書が好きで、いろんなその歴史上の人とかそういうのを尊敬して、いろいろ歴史上の人の研究とか文学の研究とかそんなことばっかりやってきた。でもあまり自分というもののことを考えたことがなかった。であとは生き方としては全部体当たり、自分に来た運命から絶対逃げないで、自分に与えられた運命に向かって必ず体当たりする。それが不幸であるかあろうか、辛いことであろうが、何であろうが、自分に来た運命に体当たりするということ。この人生観によって僕は豊島とも気が合ったわけで、なんだろうな、年齢的に言うと、まあ ずいぶん、まあ、商売も結構うまくいって、で50を超えて、で豊島の絵画を見た時に、最初にちょっと触れたけども、僕もああこれほどのすごい存在論的リアリズムを追いかけるすごい芸術の才能を持った人が僕のことを見た場合どんな絵を描くんだろうっていうのがものすごく、なんていうのかな、興味を持った。だからある意味初めて自分っていうのを豊島の見た自分を見てみたいっていうかな、そういう衝動に駆られたと。それによって豊島に依頼したということで、だから自分自身も知らない自分を豊島に教えてほしいという。だから豊島はまたその期待に応えてくれて、僕も何個も肖像があるんだけども、全て今日はじゃあ夜の総集っていうまた作品があるんだけども、これはね、豊島が言うんだよ、これはね、修行のね、夜一人で研究してる時の姿なんだと。俺にはそれは分かるんだと。それをこれから書くから。この姿っていうのは、修行が夜一人でいる時の姿だから、修行そのものにも分からないんだと。その修行が知らない夜の姿を、修行の夜の姿を描くといって、描いたのが夜の総集。そうやって豊島は描いてくれた。これがまたすごく僕も気に入っちゃってる全部、で、とにかく最初に豊島の作品を見た時に、豊島っていうのは生命に宿るこの神秘を描ける人だってことはもちろん直感的に思ったわけだね。で、僕自身も自分の体の中に秘められている、僕はね、先祖崇拝がすごく強い人間なんで、僕のそのまあね、家から500年1000年前から僕のこの肉体の中に打ち込まれている先祖たちの姿っていうかな、そういう人たちの不幸とかいろんな悲しみとかその希望とかそういうものがね、先祖のそういうものが全部僕の体の中に打ち込まれていることが確かな。それはそういうものがどういうものだろうっていうのを僕は歴史とか文学ですごくいろいろ想像してきた人生だったんだよね、50過ぎるまで。それを僕は豊島はね、描いてくれるんじゃないかと思った。それだけの力が豊島の筆にはあるだろうと。で、これがあったんだよ、これね。で、豊島の絵をいろいろずっと描いてたんだけども、豊島の絵っていうのはそういうものがね、全部出てくる。で、僕の中にある祈りとかね、生命の中に沈まれる祈り、それをこの世に現状させる。僕が何を願ってるか、僕が実は自分の心の中に人類に対する例えば祈りとして持っているような希望とか、そのそういうなんだろう、憂国とか憂いとかそういうものがあるわけ。そういうものが全部豊島の絵画なら出せるんじゃないかと僕は思った。で、それが本当に出てきたという歴史が豊島のと僕の関係で、絵画もそうだったということですね。で、豊島の絵画っていうのは最後、前にちょっとグラナダのね、絵の時にもちょっと言ったと思うんだけども、一人の人物を描いた時に、誰かの人物がある時、その人の過去がね、その人物の過去が全部、僕なんか割と感覚的に分かる。で、その人間が
歩むであろう未来、未来もね、僕はね、豊島海岸と分かるんだよ。でこれはね、あらゆる人に対してね、僕はね、で豊島とはまたちょっと特別な縁があって、直に全部問答できたんで、僕はね、豊島がスペインで描いた人、日本で描いた人も過去にね、そういう人の人生について豊島にも何度か聞いたことがある。この人の過去はこうじゃないか、それからこの人の未来っていうか、もうその人が年取ってこうなったんじゃないかとか、だいたい絵で想像した通りなんだよ。それだけ豊島の絵というのは、その人間の現在に豊島っていうのは打ち込む、現在をえぐるから、現在をえぐるということは、その人の体内に入っている過去と未来が全部出てくるということなんだよ。それをまた僕もしてもらおうと。で僕は自分の未来、僕は豊島に描いてもらうことによって、結果論として、僕は自分の未来も分かった。で僕自身がどういう過去を持ってきたかも分かったという、ちょっと変な話になっちゃったけど、それほどの力があるぐらい、その芸術として豊島はえぐる力があると。